県内の差別を報告、被告 M 講演会の阻止の報告も、今年1月9日に鳥取市内の企業が鳥取ループを招いてホテルニューオータニ鳥取で講演会を開こうとしたが、県連は中央本部、法務省、県行政や解放教頭、そして各都道府県連を巻き込んだ強力な阻止闘争を展開し、講演会を見事阻止した報告も行われた。これ解放新聞の今年の4月5日号なんですけども、これについてわからない人が多いと思うので解説します。でその前にね、先に言っといた方がいいです。専務つべチャンネルっていうのをね、この概要欄で報告 しておくので、ぜひそちらの方に行ってですね、動画を見ていただいて、ついでにチャンネル登録もねしていただけると、このチャンネルやってる岩本専務が喜ぶと思います。でこの岩本専務っていうのは、このね鳥取市内の企業の方でですね、丸信商事と言いまして、実は去年秋ぐらいだったかな、講演をやってほしいってね、突然メールで頼まれたんですね。で丸信商事、これどういう会社だって調べたら、パチンコマンモスっていうのをね鳥取市内でやってる、まあ、パチンコ屋ですね。それで講演会をいろいろやっててですね、例えば常念司さんとか呼んでるので、まあ大体思想的傾向っていうのは分かりますよね。でパチンコ屋でそういう講演やるとね、なんかあらぬ憶測を呼ぶんじゃないかっていうことで、僕は返信してこう書いたんですね。まあ面白いからやってもいいんだけども、一応そのどういう経緯でね、あと講演料がいくらとか、そういうことも全部一切オープンにしてもいいですかって言ったら、いいって言うんで、あ、じゃあ面白そうだからやろうっていうことで講演を引き受けたんですね。ちなみに講演料確か1万5000ってね、僕は言ったのかな、うん、そのくらいで引き受けたんですね。で航空券とかも送られてきてね、それでまあやるぞっていうことだったんだけども、それがですね、まあご承知の通り、1月9日って言ったら、その頃ちょっと不穏な空気になってきて、コロナの方でね、東京の感染者数がね、もう1000人単位になってきたんですね。で、これ、まずいんじゃないかって思ってた頃にですね、でここにね、阻止闘争であるでしょ。これは本当なんですよ。相手側の丸信商事さんの方には、ブラック解放同盟、鳥取県連だとか、大阪府連なんかからね、まあ、要は講演やめろっていうような、そういう文書が届いてたそうです。あとはホテルニューオータニの方にも電話でいろいろとあったらしいですね。あんな差別者の講演をやるなみたいなことが。それでただね、丸信商事さんとしてはもうやるぞということだったんですよ。で本当にね、僕はもう行くって言ったらできる状態だったんですよ。ところがやっぱりコロナの状況がひどくてですね、まあ、僕は家族からね、もう行くなと、もし行くんだったら帰ってくんなっていう風に言われてたんですね。これはコロナの影響です。やっぱりね、じゃあその空港でね感染するでしょ、それで向こうで講演会でコロナクラスター広めちゃったら、講演会でクラスター広めちゃったらシャレになんないじゃないですか。そういうことがあって最終的に中止っていう決断になったわけで、だから解放同盟のその阻止行動によって、阻止行動が直接の原因じゃないんです。それで解放同盟から直接僕の方には何もなかったんだけども、実は法務局、東京法務局から電話があって、その講演会の内容についてどういうものなのか聴取したいから東京法務局まで来てほしいっていうふうに言ったんですね。それで僕、頭おかしいんじゃないのと、そんな電話かけてきて、いや今の状況分かってると、東京都心でね感染者バンバン出てる状態で、ね、ただでさえ東京都心行くのめんどくさいのに、こんな状況で東京都心行って、それで法務省で聴取だなんてやって、僕に何のメリットがあります、そんなことをね言われてね、ホイホイ行く人が いますかっていうことで、頭おかしいんじゃないですかって僕言ったんですよね。でなおかつやってることが、その講演のね内容を最初に把握って、それ例えば常念司さんとかの講演でもそういうことやってるんですって言って聞いたら、いやそれは答えられないって言ったけど、答えられるわけないですよね。
だってなんかもうこれ戦時中とかね、なんか戦前みたいな話じゃないですか。なんかこう社会の教科書に出てきたような、講演会があったらそこに警察が立ち会ってね、でなんか政府に都合がいい悪いこと言ったら中止解散とか言って、なんかそういう世界じゃないですか。うん、だからそんなやりたいんだったらもう鳥取まで来て、じゃあ監視しに来たらどうですかって僕言ってやったんですよね。いや本当にね、いや異常ですよ。でだからもうそんなんね、やそんなことやってたらあんたいずれね解放同盟犯罪に利用されるよって言ってね、役にあの法務省の役に言っときましたわ。なんかうんうんとか言ってましたけどね。うん、だからいやちょっとね異常ですわね。まあでもねそれが直接の原因っていうわけじゃないですよ、あの中止になったのは。だけどその見事阻止したっていうのは半分合ってるといえば合ってて、僕としてはこれで中止になったんだけど、これはもうこの阻止活動をねもう一回おかわりできるぐらいに考えたらいいんじゃないかと、またほとぼりが冷めた頃にもう一回公演やったらいいんじゃないかぐらいに考えてたんだけども、この岩本専務やっぱり地元のしがみとかいろいろあってね、二王谷に圧力っていうのもあるし、まあ地元の人とかにいろいろ心配されたそうで、それでちょっとねすぐにはまたっていうわけにはいかなくなって、であとはやっぱりねコロナもまた不穏になってますよね。大阪で増えたりとか、東京もちょっとこの先不透明な状況で、うん、そんな状況なんで、まあどっちにしろねしばらくはこの公演でできなさそうなんで、だから見事阻止したっていうのはまあ半分正解って半分正解です。それでじゃあどうするかっていうところなんですけど、これからの時代やっぱりこの対面で講演会っていうよりネットでやった方がいいわけです。でゴールデンウィークにねだいたいなんかスペシャルというかね、まあ、ちょっと自転車の記事なんかお休みしてなんか YouTube でやったりとか毎年やってるんで、今回はねその講演でやる予定だった内容を YouTube でゴールデンウィークにやろうかなと。ぶっちゃけね、その方がね、見る人多いと思うんですよね。わざわざ鳥取まで行って、講演会を聞きに来てくれる人なんて、まあ、ほとんどいないと思うし、で、特に僕としては若い人に見てほしいんですよ。これからの、あの、社会を支える若い人にですね、鳥取のこの中学生、高校生なんか YouTube で鳥取ブラックっていうふうに検索すれば、こうね、ありがたい講演が出てくると。そのありがたい講演の内容っていうのは、ズバリも鳥取県内の部落について語ろうかと思います。鳥取県内の部落の歴史やね、童話情勢について、ちょっと今までね、ちゃんと話さなかったんで、まあ私が知ってることを話そうかなと思うんですよね。それで、まあ先ほど言ったように、鳥取県でこの部落に興味を持ったね、若い方々がね、こうスマートフォンで YouTube で鳥取部落とかで検索したら、このバーッとね、この出てくるっていう状態にしたいんですね。その方がやっぱり見てくれる人数としてもね、ターゲットとしてもね、リアルで講演をやるっていうよりはいいかと思うんですね。で、あとはね、やっぱり丸新庄司さんには本当大変失礼というか、大変悪いことをしてしまいました。岩本専務にも悪いことをしてしまったので、岩本さんの専務つべチャンネル、ぜひあのチャンネル登録してあげてください。で、専務つべチャンネルにもね、いずれ機会があれば出ようと思いますので、そこはあの別にあのパチンコ利権から金をもらおうとか、僕、そういう意図ではないので、単に面白いからやるっていうだけの話なので、変な勘繰りをしないでいただきたいと思います。ということで、今日はね、この、解放新聞に載ってたこの件についての説明でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。